気がめいるわ。ジメジメしてるし足場は悪いし、なんやのこの洞窟。まったくでございます。やはり最低限の舗装はすべきだったのかもしれませんね。いや、てかなんでカーバスがついてきたんだよ。ついてきているわけではございません。たまたま皆さんと進む道が同じなだけです。ほな、そういうことにしとこか。魔物も多い境、仲間がおる分には困らへんし。しかし、元帥ともあろう方がこんな場所にまで出向いて大丈夫なのですか。元帥の仕事は机の前で偉そうに指示を出すことじゃありませんよ。あらゆることを生で体験し、体で覚えているからこそ、遠くの現場を正確に想像して最善手を導き出すことができる。だから必要なのです、このような生臭い体験もね。なるほど、勉強になります。ミダス・メグールの元騎士団長にそう言っていただけるとは、こちらこそ光栄の極みですね。俺のこと？もちろん存じておりました。ビジョンセントラルに移る以前からね。ミダス・メグールの誠意を体現した才気あふれる騎士イージス、その名は都市皆にまで届いておりましたよ。しかし今の俺はもう騎士ではない。その上で、あなたは心だけでも騎士であろうとしているように見える。それはとても立派なことだと私は思いますよ。父がよく言っていたのです。お前は決して秀でた生まれの人間ではない。だからこそ、心だけは誰よりも高潔であれ、誰よりも騎士らしくあれと。立派なお父上です。はい、父は俺が騎士になることを望み、幼い頃から俺を鍛錬してくれました。母は優しくも厳しく俺を支えてくれました。決して裕福ではなかった家庭ですが、そんな中で自分を育ててくれた両親には感謝してもしきれません。俺がミダス・メグールの騎士になれたのは両親のおかげなんです。そんな両親が今の俺を見たら、なんというか。恐れているのですね、失望されることを。しかしそれはおそらく杞憂です。あなたのその高潔な精神を育て上げたご両親が簡単に真実を見誤ることなどあり得るのでしょうか。それは大丈夫、きっと。ありがとうございます。なんだかあなたと話していると自分が騎士に戻ったような感覚になれます。それはそれは、お役に立てたことを嬉しく思います。さあ、行くよ。万物の始まりたる炎よ、刹那の手なり払い伸ばせる永遠と放つ。おいよ、今を超える力になるため。